ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココです。弟のオトです。送りたいわ。え、送りたいわ。何ですか？ポンコちゃんに素敵なプレゼントを送りたいわ。は？オトくん知ってますか？何を？ポンコちゃんことウェザーロイドアイリちゃん、最近チャンネル登録者数が10万人達成したんです。いや、もちろん知ってます。おめでとうございます。改めておめでとうございます。で、はい、そんなポンコちゃんにお祝いのプレゼントを送りたい。なるほど。そこで今回の企画はポンコちゃんにプレゼントを送ろう、プレゼントプレゼン選手権。イエーイ。どんな企画かというと、登録者数が10万人いったポンコちゃんにより良いプレゼントを送りたいということで、2人でそれぞれプレゼント案をプレゼンして、はい、そのプレゼントをポンコちゃんに送ります。で送って、まあ、ポンコちゃんにどっちがより良いプレゼントかっていうのを判定してもらうっていう企画です。結局どっちも送るのね。あ、そう、どっちも送ります。あ、送った上で、うん、あ、なるほど、わかりました。はい、そんな感じで行ってみましょう。はい、ではですね、私からプレゼンいきます。はい、私が選んだ商品はこちら、リップザカラープレシャスレッド。おー、これはですね、もうナチュラルメイクなウェザーロイドアイリちゃんにめちゃくちゃぴったりな商品なんですよ。なるほど。普通の女の子はリップクリームを塗ってから口紅を塗るんだけど、このリップザカラープレシャスレッドは色付きリップクリームなので、これ1本でもうリップクリームと口紅の役割を果たすんです。おー、なのでそのね、2本つけるっていう手間もいらないから軽く、あの、お化粧ができます。なるほどね。で、色付きだからアイリちゃんって色付きリップをつけてないじゃないですか。はい。で、これをつけることでウェザーロイドアイリちゃんにはあんまりない色っぽさ、色気があんまりない色っぽさ、色気がプラスされます。なのでね、これはぜひともおすすめしたいと思います。なるほど。はい、以上です。はい、じゃあ次俺の番ね。はい、私、オトが送りたい商品はこちら、うん、ハンドベール濃厚こってりクリーム。うん、なるほどね。いや、なんといってもパッケージ、うん、ポンコさんカラー、これ大事でしょう。大事、これは外せないよね。これから冬の季節になりますから、ここでね、濃厚な塗り心地のこの高保湿のハンドクリームを塗ってもらいたいなって、うんうんうん、まあ、それをプレゼントしようかなって。いや、いいね。いいでしょ、うん、そしてもう一つプレゼントしたいのが毛糸の手袋。え、ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、さっき言った通りね、冬の寒い時期、毛糸の手袋は必需品です。いやいやいや、待って待って、1個だよ、1個。ハンドベールでしっかり保湿していただいて、その上で手袋をつけていただきたいんです。え、ちょっと分かる分かる。いや、わ、わかるけど、僕はね、僕はポンコさんの手をあらゆる視点でね、守りたいと思ってるんです。いや、ちょっと待って、ずるいよ。え、2個言ってるもんだって。こんなこと言ってると皆さんこう思われるかもしれません。おいおい、ポンコさんの手ばかり守って足は守らなくていいのかよって。いや、思ってないよ、思ってない。ご安心ください。今回モフモフの靴下もプレゼントしちゃいます。チュンリュン、チュンリュン、つけていい。モフモフの靴下があれば、外出先でももちろん家の中でもあったか快適に過ごすことができます。しかし皆さん、きっとこう思ってしまいますよね。家の中の防寒といえば忘れちゃいけないものがあるだろう。音をしっかりしろと。いや、もう一人で何言ってんの。ご安心ください、忘れてません。腹巻きもセットにしてお届けします。いらんわ。これで冬の寒さ対策はバッチリ。ハンドベール濃厚こってりクリーム、毛糸の手袋、モフモフの靴下、腹巻き、4点セットでお届けします。いや、迷惑だよ。というわけで、2人のプレゼンが終了したわけですが、んー、やっとったかな。いやいや、おかしい。まあでもでしょ、なんか勝手に、まあ、お送りしてね、まあ、判定というかね、何個もセットありなの。私、そんなありだと、私もいくつかセットにしたかったよ。1個って言いました？言ってないけどさ。言ってないよね。1個だと思うじゃん。そんな腹巻きとかモフモフ、ま、よかったらね、山岸愛理さんにもね、商品つけていただけたらとかね。まあ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 、でもこれは判定はポンコちゃんなんで。あ、まあそうだよね、うん、ポンコちゃん、私の気持ち絶対届いてくれると思う、分かってくれると思う。順番におめでとう。てかさ、姉ちゃんさ、これさ、何、ポンコさんに許可取ってんの？取ってません。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、こちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。